ハイピースケサクセススペシャルやっていきたいと思います。はい、今日はね、俺がすごい楽しみにしてたお知らせがやっと来てくれたので、そちら見ていきたいと思っております。はい、長期メンテナンスということで21日ですね。はい、あるようなので、まあこちらが、まあ、なぜあるかというと、これちょ、下手かって感じなんですが、なんと白洲高校、ついに白洲水産高校開始決定でございます。やった、あー、やってきましたね、最強高校白洲やってきました、ついに。あー、これでもうめっちゃ強い選手が量産できるようになるということになります。なるのかからない、まだねキャラ揃ってないとかもありますからね。まあ、一応見ていくと、いつも大会では1回戦で負けてしまう白洲水産高校の野球部、そんな弱小チームがふとしたことで優勝の夢を本気で追いかけることに妄想パワーで自信をつけた雑魚たちが並みいる強豪に逆襲をかけるということで、はい、史上最弱のレッテルを貼られた白洲水産高校が挑む反撃のシナリオ、配信まで今しばらくお待ちくださいということで、はい、弱小高校って書いてあるんですが、育成の上では最強高校です。はい、でなんか指導をしていくんですけども、まあ青骨赤骨太平楽みたいのが出てきまして、なんか基礎値が、イベキャラですね、デッキに組んでるイベキャラの基礎値が最初下がった状態でスタートするんですけど、そこをまあ、ミートだったらミートの数字を同じ以上にすると、コツが青に変わって、まあ、それ踏むとすごい経験点が入って、さらに、特能のコツもレベル2かなでもらえるっていう感じなのでなっていて、それをどんどん踏んでって、で踏むとその踏まれた選手は能力が上がってみたいな感じで、どんどんその高校のキャラを強くしてって、さらにその上で経験点とそのコツを稼いで、最終的にはまあ SS 以上の選手が作れるような高校になっております。で無限指導っていうのがあって、その能力上げなくても青コツを踏めるキャラ、まあ、若干経験点は下がるんですけど、まあ、野手だったら、投手のキャラで、野手の得意練習持ってる大谷とか、ルシファー、ルシファーまだもう出ないかもしれないんですけど、うん、あとは誰だっけ、ナルミですね。で、まあ、最近だとパワーニャンとか無限指導キャラがいるんですけど、まあ、その辺のキャラを入れてあげると、まあ、それ踏みやすかったりとか、まあ、投手の育成だと、まあ、逆に野手で、まあ、激闘友だとか野手なのに変化練習持ってるみたいな、で風なぎもそれに入るんですけど、最近の報酬だった、コントロールで野手の、守備位置のやつが、まあ、投手の無限骨が、まあ、その2人ですね。野手だと、まあ、今は大谷、まあ、配信されてるキャラの中だと大谷のみになるので、そこでどう組み合わせていくかっていう感じですね。まあ、なんか能見とか雷とか、まあ、テンプレで言われ、まあ、今いるキャラで言われても七井とか振り袖とかが入ってくるんですけど、まあ、その辺のキャラを使って強い選手を作ろうというような感じでございます。だから能力低めで、まあ、なんつうんですか、有能キャラっていうのが結構強かったりとか、まあ、骨イベボーナスが結構高いキャラとかですね。所持骨はもう関係ないんで、ランダムで骨が入るようになるので、まあ、そこは関係なくなるんですが、まあ、その辺のキャラが結構使えるんじゃないかなっていう感じでございます。はい、こんな感じかな。うん、しらす、なんかアプリの方では結構やってるのあるので、まあ、そういうのぜひ見ていただけたら嬉しいかなっていうふうに思います。まあ、僕よりうまくやってる方はいっぱいいると思うんですが、まあ、できたら僕の見てくれると
嬉しいですっていう感じでございます。というわけで来週の水曜ですね、配信がこっちでもついにスタートするので、はい、めちゃくちゃ楽しみにしていきたい。投手の育成も結構強いの作れるっていうのがあるので、そっちも挑戦して、 あとゴローですね。ゴローくんは、変化球ないので、変化が無限でコツ踏めるみたいなのが、まあ、そういう特殊なキャラも結構いるみたいでございます。はい、まあ、来週楽しみにやっていきましょう。まあ、ガチャとかもあるのでね、まあ、全員欲しいっちゃ欲しいけど、まあ、そんながっつり欲しいっていう感じではないかな。俺はナギが欲しいな。ナギとマグロ、まあ、カンパチも強いですけどね、みんな強いっちゃ強い。中と上の間ぐらいのやつが結構いるって感じ。飛び抜けて強いのはいないけど、みんなね 70%80% ぐらいは強いみたいな感じでございます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さんシラス一緒に頑張ってくれるって方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さんピースな一日を。バイバイ。